今回は大阪第4弾なんですけど、第3弾から遡ります。新横浜から出発のところですね。ちょっと仕事を早めに終わらせて、新横浜から大阪に向かいました。新幹線で昼から一杯やりながらお弁当食べるっていうのもね、楽しみですよね。新大阪に着いてまず向かったのは友達の家ですね。こちらね、ドーベルマンがね、いるんですよね。めっちゃ可愛いですよ、こいつ。もう一匹でかいのがいて、ちっちゃいのがいて、トイプーもいるんですけどね。めっちゃ可愛いです。癒されます。でね、家でバーベキューしてめっちゃ楽しかったです。ほぼほぼ酔って覚えてないですけどね。そして難波から道頓堀、心斎橋ですね。ここはいつ来ても人がいてすごいですね。パワーがありますよね。とにかく熱気がすごいですね。半端じゃないですね。まあね、お約束なんでね、ここは取っとかなきゃいけないんでしょう。どこ行ってもそうなのかもしれないですけど、大阪は特になんですかね、面白い人いますよね。今回はちょっと長めで3泊4日でしたね。その最後の夜ですかね、宿の近くのスキヤメンさんっていうのかな、高野麺さんっていうのかな、よくわかんないですけど、なんかテイクアウト専門、出前専門のお店らしくて、なんかつまみにね、チャーハン頼んで持って帰って飲みながら家で食ったらめっちゃうまかったんで、後でねレバニラとかいろいろ頼んでまたねガヤガヤやったんですけど、お宿の近くにこの店があったんで、ね、すごい重宝しましたね。このチャーハンね、ちょっとね家庭的な味もあるんですけど、600円ぐらいでね結構美味しかったんですよね。そしてこちら帰る時になぜか梅田に寄りたいっていうので梅田に寄ってブラ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 してましたね。これでなんか串カツでも食べたいねなんつってたら、だるまさんが出てきたんで、これは行くしかねえっつうことで行ってきました。なんかね、今更だるまかって感じですけどね、もしかしたら僕初めてかもしれないですね。なんか勝手に行った気にはなってたんですけど、今までね何度も串カツ屋さんは来たことあるんですけど、もしかしたらだるまさん初めてかもしれないです。なんか二度漬け禁止のねソースが入ってる缶のやつがあるのかなと思ったら、それはまた別にね200円ちょっとぐらい払わないと出してくれないっていうんで、なんだそれって思いましたけど頼まなかったですけどね、普通につけるソースで我慢しました。この日はね暑かったんでね、ハイボール染みましたね。めっちゃうまかったです。なんかねチェーン店だと思ってちょっと舐めてたんですけど、うまかったですね。このね土手焼きっていうんですか、この味噌の煮込んだやつ、これはね死ぬほど甘くてビビりましたね。まあ美味しいんですけど一口でも十分って感じでしたね。デザートかつぐらい甘かったです。串カツ美味しかったですね。
なんか娘がねチーズ類を何種類か頼んでほぼほぼ食ってましたね。野菜は食べずにもうチーズと肉とかそんな感じだったんじゃないですかね。僕なんかもうジジイなんでアスパラとかなんか山芋とかそういうのがなんか染みますね。美味しいと思っちゃう。なんかね揚げ物ばっかだとなんかねちょっとそれで帰れないなって感じでおにぎり食べちゃいますよね。娘はすごいっすね。なんかね僕知らないですけどこう有名なドーナツ屋さんらしくてなんか付き合わされてドーナツ食ってましたからね串カツの後に。すげえなと思ってドーナツも揚げ物だぞと思ったんですけどね。僕はね一口も食べてないんで分かんないですけど、まあ娘曰くまあまあだったみたいです。今回でね大阪編を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございます。帰りもねのんびり、ハイボール飲みながら、のんびり帰ることができました。また大阪来たいと思います。よろしくお願いします。